よう、私だ。見て見て、後ろの二人と私がシンクロしてる。今日もこのポケットキャンプやっていくぜ。しずえさんがなんか話あるみたいだけど。おはよう、ラボンジョア。あ、これが夕ご飯の挨拶かな。なるほど、私はセクシーダイナマイトボディだから取り巻きの男がうるさくて仕方がないとよくわかるよ。フェロモンが半端ないもんね。じゃあ香水つけろよ、ファブリーズだと。調子乗んなブスと。お前のがブスだろ、しずえ、てめえ。まあ、ところでいいんだけど、今度合コンがあるからあんたも入れてあげるよって。しずえも罪な女だね。でも私が全部その男をかっさらってっちゃうけど構わないかい。構わないと。オッケーと。行こうか、合コンに。あれ？この二人どっかで見たな。なるほど、アダムとイブですと。なんでカップルで合コンに来てんだろうね。本当にいかがわしいったらありゃしないぜ。ボンジョー。前話さなかったっけこいつ。なんだっけ、ジェノサイドジェノ太郎だっけ。右で左がカプチーノちゃんだね。なんだ勝手に私抜きで話すのやめてくんない。またリーゼント自慢してる。早く取れちまえばいいのに。アーティスタント。あ、買えるってことか。いや、前買ったんだよな。あれ？デジャブ？イザナミか？私買ったんだけどな、セーブできてなかったってこと？前回のおさらいっていうことで、こういうことやらせてくれたんだね。ああ、全く同じだね、前回と。どうやってセーブするんだろう、これ。で、これを輸送できるってことかな？あ、そういうことだ。当たっちゃった。ごめん、マイクに。今、なんか、何か当たったんだ、今。今の、なんと、びっくりしたな。なんだ？ポルターガイスト現象か。よくあるね。で、どうすんだ？ん？これを？は？払い戻しってこと？おい、不良品起こしてんじゃねえぞ。こいつはゲセね。どこが不良品なんだか当ててくれって、こん中にダミが死に込んでんだよね。ダニだね、ダミってなんだ。オッケー。うわー、またリーゼント自慢してきてる、この忌々しい野郎め。うん、まったくあんたって人は悪徳商売しかしないわね。こんな時に挨拶なんかしてる場合じゃないよ。お前の夫とんでもねえことしてくれたんだけど、体で払ってもらおうか、キャサリン。あ、その気じゃねえか、意外と。いいでしょう。おお、ガッツポーズ。話は順調に進んでるみたいだね。ラブを貯めるんだと。ラブが溜まりすぎると決意が溜まると。今からブートキャンプ、だって発明をしたって。何言ってか分かんないんだよね、これ。サーバント？この右上のアイコンをタップすると、君だけのレイジで、ランサーやサーバント、あ、ボンバーマンみたいなゲームか。ここに配置して爆発させろと。で、これを、あー、なるほどね。なるほど。ここに家具が置けると、置きます。うわー、新しく。買ったアイテム、これ外に置くっていうのがいいね。なるほどね。映像権には手を出すなっていうアニメ最近見てますね。それなんか、水崎さんっていう人がね、こういう感じのソファー、300万のソファーを部室に持ってきてくれたんだね。それを思い出したね。今日はここで終わりでいいかな。明日忙しいんだよね、私。あと今日なんか滑舌悪いし。歯の矯正のやつがね、私に歯向かう反抗期の時期に入ってきたんで、まあ単純に私の滑舌が悪いだけの言い訳なんだけどね。ごめんね。あなた、矯正は何も悪くない。ごめんなさい。矯正は悪くない。ごめんなさい。許してください。さよなら。